こんにちは。これできてんのかな？これできてる？あ、できてる。こんにちは。イエーイ。皆さん元気ですか？すごい、なんかどうやってやるんだろう。どれ？これ？違うな。これ？わ、今マリアが来た気がする。これ？あ、なんかキラキラ出てきた。待って、リクエストってどうやってやるんだろう。こう、なんか違う人がリクエ、ん？これ待ってたらいいのかな。はるなんもいるの？待って。なんでできないの、エリポン。インスタライブってめっちゃ緊張しますね。反応がないから自分一人で喋ってるみたい。これ本当に放送されてる？エリポンからやった方がいいのでは？モーニングのアカウントを参加押したらできるはず。送っとる？待って待って、どうしよう。送ってるって言ってる。リクエストってどこ？ リクエスト来ましたってあるよね。これか。リストを見る。あったあったあった。できたできた。これでどうかな。モーニング娘。オフィシャル参加待ちみたいな感じ。ありがとう、はるな。送ってくれて。来たー！あ、さ、5回ぐらい送ったっちけど。リクエスト5回ぐらい送ったっちけど。や、なんかさ、他の人からもたくさんリクエストが来て、みんなやなんりたがか、りじゃん。他40人なんちゃらリストみたいなのあったから、そこ押しちゃいけないのかなって思ったら、そこでした。失礼しどうました。もー。やっほー。久西しぶ田里奈り。でーす。福村瑞希です。福村瑞希のインスタとモーニング娘。のインスタをつないで、はい。エリポンとインスタライブしたいなと思います。はい。お願いしイます。エイ！イェよかったー。でもさ、イ！うん。リクエストする側しかやったことがなかったから、うん。めっちゃ不安だった。っていうか、インスタライブってどうやってやんだっけみたいなこと思てっか、た。てか、インスタライブとかやったことないけんさ、なんかもうどうしたらいいかわからんやん。やけん、なんか、まず、できんって言うのに対してさ、できんって聞こえてないよって横から言われたりとかさ。待って、福ちゃんもっと下に来てって書いてあるんだけど、どういうこと？こういうこと？こういうこと？これみずきちゃんと見える？見えとう見えよ。とうよ。よかった。今日はね、短い時間ですが、インはスい。タライブしたいなと思います。マリアとハルナンが遊びに来てくれてるよ。ね、はるなんがハッシュタグエリポンかわいいってやってくれてるんやけど。はるなー。はーい。あるみんな、なやっ楽ぱりしん好できくだれな、てエリる。のこと。みずきは。みずきは？みずきは。福ちゃんは私の嫁。やばい。ウケる。何すると？や、この間、高橋愛さんとインスタライブをやらせてもらったんだけど、その時に、パニックすぎてコメントが全然読めなかったの。だからコメントと一緒にお話ししていきたいなって思った。なるほど。うん。エリポン、これ。エリポン何飲んでるの？ココア。ココア。美味しいね。なんか久しぶりだね。普通にさ、連絡は取ってたけどさ、顔見るの久しぶり。確かにね。
髪長いね。そうなんだよ。めっちゃ長いよね。なんかさ、うん、なんかさ、エリさ、これをね、春ツアーのためにね、うん、伸ばしたわけよ。うんうん。その春ツアーで、リーナさんを驚かせるために、あの、まあ、髪がね、長い状態で出たらいいかなと思って、うん。やったら、まさかのさ、中止になってしまってさ。ね。ね。まさかのあの、人前にどこにも出ずに、この髪型が終わってしまった。無駄に髪切ったやばい。そう、無駄に髪伸びただけ。でも、みずきも髪だけ切ったんだけど、ツアーに合わせて。うん、結構、これくらい。うん。伸びた。ね、切った意味。でもね、うん、逆に、うん、あの、うん、今の時間に前髪伸ばしたらどうなるかってやってる。え、でもみんな伸びとうよね。ね、エリポンもめっちゃ伸びてるよね。え、でもエリ切ったよ。ほんと？めっちゃ長かったけん、撮影の時切った。みずきはくるんってしてる今。うん、ちょうどいい。でもなんかコメント読んでお話ししていきたいなって思うんですけど。そうだね。福ちゃんずっと携帯持ってやるのって言われてるんですけど、うん、うちまだ携帯スタンドみたいなのないんですよ。うん。だから今ね買わなきゃなって思ってる。うん。あ、案外安いよこれ。なんかね、調べたんだよ。うん。調べたら、3000円くらいで売ってた。いや、エリの1000円だよ。安っ。この休みどうしたら乗り切れますか？だって。うん、エリは、本当に、最近は、あつ盛りばっかですね。やば。事故、事故。事故。おなに立てたらできるよって言ったから、ちょっとみずきの書いたアマビエがチラ見えしてるんだけど。できた。エリはあの集まれ動物の森と、あとは動画編集最近してますね。動画編集すごいね。うん、ソフト買った。ね、動画編集したよ。した？どんな感じ？だよ。いい感じ？え、もう全部ちゃんとテロップ出して。あと音楽も入れたんだけど、うん、なんかね結構いいやつ作ったんだよ、うん、3つの動画を組み合わせて作ったんだけど、うん、サイドの2個が消えてなんかバグっちゃってもう編集嫌いになった。わかる。でもねやっぱねあのその編集ソフトを使うと結構楽にできるなって本当に思った。携帯じゃさ、うん、もうこんなさこんぐらいでやらないかわけやん。うんうんうん。やけん大変ね。なんか YouTube 始めてほしいってすごい言っていただくコメントとかもあってさ、うん、嬉しいんやけどさ、ね、それこそエリのさ動画さモーニング娘。の公式の方にあげれたらねいいけど。うんうん、あげてほしい。ぜひ会社の方に言って会社の方に言ってあげていただければ、はい、皆さんはお家でちゃんと過ごせてるかな。ね、ほんと携帯だと難しいよね。携帯だと難しいよって言ってるけどさ、そんなみんな動画編集をすることあるんよね。ね、うん、みずきは今まで一回もなかったよね。エリもさ、そうやってモーニング娘。に入って、あのさ、ZDA あって、全国同時握手会。うん。それで、全国同時握手会の、その動画でみんなと区別をつけるために始めたのが動画編集やったから。うん。いや、そんなさ、画像で遊ばんでもらってもいいかな。楽しくなってきた。なんか、どうですか皆さん。なんかね、エリーインスタやってほしいっていうのすごいさ、あるけどさ、ね。ありがたい。フォローしてくれますかちゃんとエリーがやったら。するする。いや、みずきママの。じゃあ、エリーはフォローゼロっていう、超VIP 女優みたいなのをして。超、ありがとうございます。スルスルって言ってくれてるみんな。うん。
するよ。ありがとうね。みんなするよ。嬉しい。秒でする、秒でするって。昨日、マナエリナさんの、うん。インスタライブ見てたら、カナナンが出てきたよ。え、そうなの？カナナン やり始めたんだって。インスタを？そう。みたい。ちゃんとまだ見てないけど。そのさ、カナナンともさ、会おうっていう連絡を取り寄ったんよ。うんうん。言ってたね。そう。なんやけど、こんな感じになってしまったけんさ、世の中が。会えんくなったけん。うん、そうなんよね。ね、残念。終わったら会えるといいけど。ねえ、ほんと。まあ、うちの同期も始めましたね。あ、リホが始めました。ぜひ、フォローよろしくお願いします。リホリホが。はい、リホリホが。皆さんの愛しのリホリホが。こちらが。さやまるが始めました。ぜひ。でもさ、フォローしてない方は。結構さ、そんなにキューキーの、うん、あのグループ、グループ、あんまり動いてなかったんですけど、うん、やっぱお家にいる時間増えて、めっちゃ増えたよね。キューキーの連絡。そうやね。毎日動いとっちゃない？ね、最近は毎日。うん、そんな感じですかね。なんか、うん、ん？何？いや、みずきね、あの、お家で料理を頑張ろうと思ってやってるわけ。で、うまくできたやつを、うん、このブログとかインスタに載っけてるのね。うんうんうん。で、この間、なんかりほちゃんが、あの、お家にいるときに、なんていうの、うん、あの、いいよっていうおすすめしてくれた、うん、お料理があったわけよ。うん。なんか、すごいヘルシーに作れる、なんだろう、お餅みたいな感じ、うん、だからなんか豆乳に片栗粉入れて混ぜたらできるよみたいな感じで、うんうん、やったらドロッドロの変なやつが出てきていやマジであれは本当にあの揚げてほしくないよねなんかちょっとの失敗ならまだギリ揚げられるけど、うん、あのかなりの失敗だったから、うん、なんか原型がなかったじゃん。いやなんかあれは多分春菜を超えた。うん、春菜を超えた。うん、あれは春菜を超えた。あと春菜もそのなんか料理ができないって言ってるけど、多分それ超えてる。超えたね。うん。だってなんか餅作りたかったのにさ、とろろみたいになっちゃってさ。え、本当？すごかった。失敗しちゃった。失敗したか逆に見たいって言ってるよ。もうやばい。本当に閲覧中みたいな感じになってた。本当だよね。無理だけど、そう、けど何回か失敗してる。そのお餅もそうだし。うん。あとフルーツサンド作ったの。なんかさ、あ、昨日言ったやつ。あれ写真送ってないっけ。送ってない。後で送るね。すごいね、うん、あのチューリップみたいな形のフルーツサンドをね、うん、作りたかったわけ、うん、なんだけどちょっとできなかった。頭が悪くてできなかった。やばい、つらい。あ、リホがハートをしてるって。そう、うん、やっほーりほりほー。りほちゃんがハートしてるってどうやって怒んの？え、コメント見た。ありがとう。なんかあります。エリポンは作らないの？何を？エリ、エリを料理、うん、料理最近は天ぷら。え、いいじゃん。大きい声出した。天ぷら作ってますね。天ぷら作った後、いいじゃん。そう、なんかオクラがあって、オクラの使い道ない、他にないかなと思った時に、あ、天ぷら作れるわと思って天ぷら作った。え、オクラの天ぷら？そう。最高だね。最高でしょ？それを塩で食べるんだよ。うわ、おいしい。みずきも天ぷら作ったよ。作った。いい感じだった？うん、それはね、割といい感じだった。あ、ほんと？あ、油使うから危ないので親とやったので。ネギと生姜とさつまいも、うんうん、あ、 さつまいもやばいよね。おいしい。さつまいもってなんであんなにおいしいんだろうね。わかる。なんかさ、天ぷらこう並んどるときにさ、さつまいもがなんかすごい輝いて見える、あの感じ。わかる。わかるわかる。しかもさ、うどん屋さんとかに行ったらさつまいも結構手前の方に置いてあるけどさ、必ず取らないかんなみたいな。絶対人気だよね、さつまいもってね。めっちゃ人気。
みんながこれ食べたいな作りたいなと思うものを目指して頑張ってるよ。でもなんかやっぱ女子力高いなってやっぱ料理してる人は思う。そうだよね。あれとか作ってないのさ、あのさ、ディズニーが公式で出したさ、チュロスとかは？チュロスめっちゃ作りたいけど、うん、なんか材料が足りなくて作れない。え？小麦粉とかだけなのに？うん、なんかわかんないわかんないあのさ、分量わかる。違う、多分違う。そういうとこよ、多分だから、違う、あのね、聞いて、うん、今流行ってる、はい、いちご飴とか、うん、なんちゃらコーヒーとか、ドルコナコーヒーみたいな感じのやつ、なんか上に、うんうんうん、牛乳とね、そうとか、なんかそういう、そのチュロスもそうだけど、なんか、うん、もうこういうそのお家にいる期間が終わって普通に外とか出れるようになったら、うん、メンバーと一緒に作りたい、うん、あーどっかでね、そうどっか行ってね、誰かんちとか誰かんちありがたいねそうじゃあその際はあの福ちゃんちで皆さんのねインスタライブやろうかな福ちゃんちのキッチンでみんなでこうやって頑張ってそうでもなんかね、うん、そうやりたいなってやっぱりうん、これだけ家にいる時間が長いと増えてきたかな、うん、なんかさやっぱさ家での過ごし方になるとさ結構さそれぞれいろいろあるやんか、うん、でもなんかさそうやって、まあ、お買い物に行ったりするだけの外に出るとかになって、うん、なんか季節のさ変わり境目なんて言ったらいいの、うん、季節のさ変わり目変わり目あっとった境目そう、季節の境目がさ、分からんくて、この間、久々に外に出たら、うん、外30度とかあったんかな、確か。暑いよね。そう。で、なんか、こんな知らぬ間に夏がもうそろそろ来そうになってるんだなと思って。うんうんうん。なんか、それが。ね、ないうちに。そうそうそう、ね、もう、一日中パジャマ。パジャマあのメキシコで買ったやつめっちゃ着てる。それ着てツインテールしてるんでしょ。そう、それ着てツインテールしてる。なんかでもお菓子作り動画上げてほしいって言ってるよ。と、なんかさキッチンでエリも上げようとしたじゃん最初。卵焼きとかさ。編集ができないんだよね。エリできるよ。編集ができないからちょっと難しい、うん、ね。確かにね、難しいかもね。作ってる工程。でね、せっかくね、うん、作ってる工程含めてビデオ撮ったのに消えました。うん。もう。データフォルダ残ってない？残ってないんだよ。あ、言い合ったやつか、それ。そうだよ。削除して、もう一回削除したってやつ？そう。あ、それか、ウケる。見なかった。かのんちゃん元気？ってコメント来てる。あ、かのんちゃんむちゃくちゃ元気ですよ。かのんちゃんは元気。なんかさ、ちょっと前にさ、うん、あの9期の、うん、あれは2回目のツアーかな、うん、I Believe、うんうんうん、コンサートのさ映像送ってきたよね、うん、久々に見てるとか言ってさ、あ、9期が女子校花道、マイウェイ女子校花道で、うん、あの、さあ、青春は。あのさ、あの動画めっちゃ好きなんだけど、エリ。可愛かった、リホちゃんに。あの4人めっちゃ可愛い。あの4人めっちゃ可愛いとか言って、自分。なえたかな。ぐらいですかね。まあ、短い時間でしたが、皆さん、ありがとうございました。終わり？終わりだって。もう終わりか。早いですね。うん、ね、早いよね。早いもので、続いてが。ラストになります。ラストのお知らせになります。ラストのお知らせになります、皆さん。ピエン。ピエンですが。ピエンですが。ピエンですが、またこうしてインスタライブできたらいいと思います。はい、あ、早いって言ってくれてる。嬉しいね。あざす。これってエリポンが切ります。うん。そしたら水木も切ります。じゃない？一緒に終了します。うん、一緒に終了しますとかできると最近の技術はすごいね。書いてあるから。これ、水木が切ったら切れちゃうのかな。あ、そうかも。ね、そうかな。これ多分、あれだよね。そうかな。アーカイブとか残しちゃいけないみたいな感じだよね。
わからん、ちょっと待って。アーカイブって残しちゃいけないのかな残しちゃいけないのかなアーカイブって残しちゃいけないのかな。スクショタイムだって。あ、スクショタイムですか。どうして顔する。あ、水木ハートの上作れる。ハートか。ダイヤ作っちゃう。はい。イエーイ、イエーイ。二人フォーメーションダンス。ダサ。はい、撮れましたか。はい、はい、ということでですね、短い時間で終わりになってしまうんですけども、はい、あのサンリオキャラクター大賞というものをやっていまして、ガオッキーが頑張って探して、ガオッキーがあの私たちのね、あのキャラクターのガオッキーがあの入っております。ぜひ皆さん投票を1日1回ぜひ投票よろしくお願いします。ガオ、あと福ちゃん、なんかお知らせありますか。ないない。あ、じゃあ、そうですね。そうですね。あの、休憩メンバーで2人でですね、あの、アメブロもやっています。はい。はい。あと、まあ、インスタグラムも随時更新、動画とか画像とか更新してますので。ん？思い出した。ん？はい。ツイッターを、モーニング娘。の公式ツイッターを見ててください。この後何か。あ、そうか。起きるかも。起きるかも。ということでですね。皆さん、休憩。こうやってインスタライブできてよかったなっていうふうに思います。うん、またしましょう。またしましょう。あ、じゃあさ、次さ、ちゃんとエリのアカウントができたらちゃんとしよう。オッケー、じゃあエリポンインスタ開設祝いにしようね、うん、できたら。いつになるかわからんけど、いつになるかわからんけど泣いた今度はエリポンのアカウントからね確かにエリのアカウントから飛ばすってことやろ。かっこいいやん。みずきやっぱリクエストしたいからさ、ということでありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお家で、楽しく過ごせますように。じゃあ切りますね。ありがとう。バイバイ。バイポーン。バイポーン。ポンポーン。え、これ切るのなんかさ、すごいさ、なんか気まずい気まずい。二人だけやし大丈夫やし切るよ。バイバイ、バイバイ。今日も一日、バイバイ、一日にしてね。バイバイ、ハッピー。